AFP イコール時事、ラグビー南アフリカ代表キャプテンのシアコリシ、シアコリシと妻のレイチェルさんが22日遅くに離婚を発表した。国内屈指の有名カップルの破局に、南アフリカでは発表から一夜明けた23日、ショックが走っている。コリシと離婚したレイチェルさん。コリシとレイチェルさんは肌の色が違うカップルで、レインボーネーション。 と呼ばれる南アフリカの象徴的な存在だった。二人はインスタグラムで、塾校を重ね、率直に話し合い、結婚生活に終止符を打つことを一緒に決めた。愛とリスペクト、そしてこれがお互いにとって最善の道であることを理解した上での決断、とコメントを発表した。33歳のコリ氏は南アフリカ代表初の黒人首相で、2019年から W 杯、 ラグビーワールドカップ、連覇を果たし、ラグビー界だけでなく国内全体で高い注目を集める。昨年の W 杯フランス大会の後は仏トップ14のラシン92、レーシング92に所属していたが、家族が南アフリカを恋しがっていた。帰国する時が来た、として先月に契約を途中で解除。国内のフルスシャークス、シャークスに復帰していた。 白人のレイチェルさんとは2016年に結婚。南アフリカではアパルトヘイト、人種隔離政策が廃止されて30年が経った今も人種間の緊張が続くが、二人の結婚に当時の国内は湧いた。二人の破局はトップニュースとして扱われ、全国紙は死やレイチェルコリ氏の離婚に無残し、南アフリカの俗称が心痛と伝えた。 ソーシャルメディアでも悲しみの声が広がり、明日は国全体で家族休暇を取らないと。私たちは打ちひしがれている、ネルソン・マンデラより小さいネルソン・マンデラ、元大統領、とウィニー・マンデラ氏の前妻、が別れて以来、最も悲劇的な破局、といった投稿が見られた。